らっしゃいませ。こんにちは、大田区観光大使サルマです。今日はウォルさんに日本の銭湯を紹介します。こんにちは、日本に来たばかりのボリスです。日本の銭湯行ったことありますか？ないです。じゃあ日本の銭湯を紹介します。いいですね、行きましょう。あ、行きましょう。この銭湯に入る前に簡単なルールがありますよね。そのルールが学びながら入りますよね。最初はこの靴を脱いで、この靴はロッカーに入りますので、まずは靴を脱いでください。わかりました。入れました。はい、まずは中入って、はい、こんにちは。先にお金払いますので、はい、どうぞ。お釣りです。はい、ありがとうございます。じゃあこっちからで、これが自分たちのロッカーがなりますね。洋服が脱いで、でこのロッカーに入れて、その後は洗濯に入りますからね。でもパンツも脱げですか？そうですよ。本当ですか？はい、大丈夫ですか？大丈夫です。どうはい、じゃあ行きましょう。うん、ありましょう。はい、中入ってから楽しみ。あ、入りましょう。ちょっと待って、先に入る前に一回自分の体を払って、その後に入りますので。いい感じ。いい感じか。はい、でこのタオルがこのお湯の中に入れちゃダメだからね。これが頭にして、汗とかでかけて、あとずっとこの頭にふわふわになる。美味しいんですよ。うん、美味しい。美味しい。どうですか、今日次のお風呂入ったら。よかったね。よかった。はい。好きでした。はい。私も10年の間に週4回は必ず入ってますので、すごい楽しいですよ。うん、これを見てる方も日本に来たらお銭湯入ってみてください。すごい楽しみ、気持ちありますので。さよなら。さよなら。オーバー。